意地でも万博をやろうとしております。なぜそこまでして大阪維新がこうやって万博をやるのかといったら、それがカジノなんです。今この万博会場、この万博が終わった後に会場が更地になります。更地になった後にカジノを建設することが決まってるんです。だから彼らは絶対に万博をやると言い切ってる。そしてその維新を支持しているのが石丸電機なんですよ。石丸電機をですね、保守だなんだと抜かしてバカがいるけれども、今言った通りです。こんなふざけた政策をやっている、全ての物事を腐らせる維新を支持するような人間をなぜ保守と呼ぶのか、とてもじゃないけど呼べるわけがないんですよ。この維新の会というね、とんでもないですね、売国団体、あなたたちの生活を脅かす全ての物事を腐らせる、この維新を支持しているのが石丸という男なんです。他の連中も僕でもないけれども、この石丸だって同じなんですよ。で、挙句の果てに上野千鶴子を尊敬してます。上野千鶴子ですよ。上野千鶴子といえば皆さんご存知の通り女権論者ですよね。日本を代表する女権論者で、パヨクもいいところです。このパヨクのですね、総帥たる上野千鶴子、菅直人の親玉です。菅直人が支持した人間でございます。今やこの上野千鶴子のせいによって多くの女権論者が誕生しました。二言目には結婚するなやと、結婚せずに、そして我々はね、女性として社会を生きましょうと散々女性に呼びかけときながら、自分は内緒で結婚してた女ですよ。こんな女をですね、信仰している、これが石丸という男なんです。こんなものを絶対に支持しちゃいけないんです。こんなバカな日本であってはいけないはずなんです。今のままではね、2684年間続いてきた我が国は終わります。なぜそう断言できるのか、先ほど言った通りですが、全ての物事を腐らせる維新、これを支持する石丸を東京都の代表に選ぼうかと言っている、そして公約を一つも守らない女、小池栄子、蓮舫、こんなのをですね、皆さんの代表として選ぼうとしている、そしてそれを進めているのがこのクソバカメディアです。これでは日本は終わるだけです。